デイユー！はい、こんにちは。はい、おはこんばんにちは、ケビンです。春高2023、男子優勝を予想してみたわかる人はわかるよ。いやでも今わかる人にはわかる音源。はい、もうそんなことはどうでもいいですよ。どうでもいいよ。はい、また今年も春高優勝予想の時期がやってきました。はい。なので、今回もやっていくんですけど、うん、決まってますか？もう。決まってますよ。決まってますよね。はい。ちなみに去年は、僕ら3人とも外したんで。外しました。今年はね、どうしても当てたいなっちゅうのはあるんですけど、俺去年外した？俺去年ニックって確か言ってたよ。言ってない。言ってない。俺ニックって言ってなかったっけ？言ってない。あ、俺もニックって言ったような気がするな。今回は非常に優勝予想難しいっす。うん、え、そう思った？思った。俺もこれだって1ヶ月ぐらい悩んだもん。そんな悩んどったお前。悩みすぎる。めちゃくちゃ考えてきてくれたんやね。じゃあめちゃめちゃ考えました。なるほど、ね、じゃあ3人、はい、多分優勝候補あるんで、はい、発表していきたいと思います。はいよ。じゃあそっちの金髪から発表していこうよ。あ、同時じゃなくていい？同時じゃなくていいね。オッケー。じゃあ、僕が、優勝を予想するチームは？うん。東山ー！ありがとう。いやー、東山ー。大好きやねー。東山でしょ。いや、めっちゃ悩んだよ、今年は。悩んだね。うん。だって、ラン君の時みたいに、うん、圧倒じゃないけ。そうやね。うん。悩んだけど、うん、東山じゃない？いや、俺は違う。それは東山じゃない。お前が思うよ。っていう風になりました。なるほど、なるほど。うん。まあじゃあ、理由はまあ3人ともに聞いて、話したいけ。他の2人にも聞かせてや。もう最初に言っちゃうってこと？うん。俺が思う高校、古里が思う高校。うん。あ、そうなんや。先に言うってことね。うん。じゃあ僕ですね、次。はい。はい。僕が選ぶ、春高優勝予想は、東福岡高校でーす。ということでね。ちょっとびっくりした、一瞬。お、びっくりした。お前また東山だよ、と思う。はい、僕もまあいろんな理由はあるんですけど、うん、はい。東福岡にしました、今回。なるほどね。はい。まあでも本当に今年は、どこが来たか分からん。マジで分からん。分かるとはならん。うん。本当に圧倒しそうとかないけど。そう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 。まあ東福岡って言っても、なるほどねってなります。じゃあ理由は後で聞くとして。はい。ふざわずに聞こう。いいっすか。うん。じゃあ僕が優勝すると思うチームは？はい。新鮮高校です。全然笑うとこじゃないけど。まあ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 、まあ、じゃあ二人は去年と一緒ってことや。まあそうやね。うん。いやー悔しいね。なんで？他の予想出して。あー新鮮高校ね。そういうことね。他の高校の名前俺言いてんやけど。なんでなんか泣きそうなこう眼差しだ。泣きそうな眼差しじゃん。お前優勝した後みたいになって。いやー強すぎる。まあ、そうだね。ここ最近、うん。強いね。なるほどね。え、じゃあ、なんで古立は、鎮西を優勝を。俺から。じゃあ、もうそのまま流れてね。ほんと？いやー、やっぱねー、うん、国体、取ったやん。うん。国体取って、一番やっぱ勢いある。まあ、そうやね。なーって思うのと、うんうん、浦安の、伊坂。伊坂くん。伊坂選手かな？伊坂選手かな？はい。やっぱ良くなってきてるんですよ。うん。確かにね、国体でブレイクしましたからね。うん。やっぱ今までこう、舛本バレーみたいな感じやってたと思うんやけど、うん。まあ、そこで、国体では、平田くんのバックアタックやったり、うん。伊坂くんのバックアタックやったり、うん。っていう攻撃も見えたし、うん。相手がまた迷ったと思う、今回の国体の鎮西を見て。うん、ああ、確かにね。今までは。急にデータがね。そうそう。舛本っていうイメージだったのが、うん、俺、散らしてきやがったぞと。はいはいはい、はい。で、これ、春高どうするかわからんよ。あの時国体は、舛本ちょっと膝悪かったっけ、うん、散らしたっていうのあるかもしれんけど、うん、こうわからんすよ。またどんなバレーしてくるかそうだね。俺もわからん。舛本っていくのか、うん、散らすのか。うん、やっぱ、個人技はやっぱ、ちょっと高いね。確かにね。鎮西は個人のポテンシャルお化けやね、うん、マジで。正直やっぱ俺母校やけ、うん、もうこれ言えると思うけど、うん、戦略の目標もないわけ、鎮西ってあんまり。はいはいはい、はい。まあ、宮迫コーチは、ある程度ね、はいねうん、指示は出とると思うけど、はい、
そこまでデータ取るチームじゃないん、人類って。やけどやっぱあそこまで行っちゃうっていうのが、圧倒的個人技の高さ。ほんと高さとパワーで圧倒していくっていうところが、やっぱこう、安定するよね。確かに。結局どんだけデータ取られてもそれを凌駕してくるポテンシャルがある系。あるね、人材には。いや、今の時代でさ、俺らの時代とかさ、データ取るってほぼなかったよ、高校時代。なのに、今ってもうデータバレーになっとると思うよね、高校も。なのにあんだけやっぱ毎回国体優勝、インターハイ3位っていう成績はやばいよね。うん。だけどデータを取って分かっとけばやっぱ決められるってことやね。そうそうそう。要は。あんだけもうオープンバレーでサイドサイドってなるのに分かっとのに決められるってことやね。うん。だけどそんだけやっぱ個人技がすごいっていうのは、ここはもう数字としてもうデータとして出てますね。そうやね。はい。ただただよね、ただだよ。組み合わせやろ。そう。よね。俺が心配しとるのは、うん、春高ってやっぱ独特な雰囲気あるやん。うん。新生で毎年春高とか全国出るんやけど、うん。言うてそんなんもう2回しか経験できない。そうだ、春高だって。はいはいはい。まず3回目よ。うん。そんなね、そんなに慣れるとかはないわけ。うん、やっぱ藤本先生も言ったやん。うん。何回センターコート経験しても、一緒やって言う。やっぱ変なプレイしてしまうと、そういう場面。そうそうそう。そういうとこに行くと。新生は、第1試合が、翔陽と松本に勝った方が。やばいよね、これ。そこをさ、1試合してくるわけや。うん。そこが俺すごい不安要素やなって。いや、そうよね。やばいよね。俺そこすごい思ったっけ。うん。鎮西は、E ゾーンって言って、死のパートって言われてるよね。うん。で、そこの小山に、さっきも言ったけど、うん、松国と翔陽が入った。うん。で、松国と翔陽は各地方の、北信越1位と、近畿1位、うん、取っとるチームやけね。うん。そこが1回戦で激突して上がってきたチームと、鎮西が1回戦でやるよね。うん。一試合目です、うん、そうそう。だけどそこはね、結構、向こうは割りかしノリノリで来るやろうし、うん、まあ、鎮西はさ、前回王者やけんさ、こっちで上がってきた方が、どっちかというと、チャレンジャーで来るけ、うん、1回戦しかも戦っとやん。うん。で、ノリノリで来ると思うよね。ある。そう。うん、だけど俺は、そこが一番の山やなと思う。はいはいはい。あ、逆に？そう。そこを、鎮西は、第一試合を乗り切れるかどうかで、うん、そこ行けば、俺は行くんじゃねえかなって思ってる。うん、なるほどね。うん。でも、ダブル、3日目はさ、ダブルヘッダーやん。うん、だけど、ポンポンって上がってきて、F もさ、結構いいチーム集まっとよね。うん、集まっと。ああ、もう大丈夫です、そこは。あ、もうそこは心配しない。山田ね。オッケーオッケー。心配しないです。なるほど。はい。だけど、まあ、翔陽も松国もいいチームやけ、うん、まあ、鎮西がね、こう、ふわふわしとった時に、1セット目取られたりなんかすると、うん、まあ、ちょっとまずいよね。そういうことね。そこで修正できん可能性は全然あるけど、まあ、鎮西の、その、まあ、2回戦負けっていうのも、まあ、正直視野の範囲ではある。はい、なるほど。でもそこを抜けたら、まあ、一気に、流れ掴むんじゃないかってことね。そうだね。あ、逆の発想か。俺はなんかね、結局、サイドがやっぱ、打数多いけんさ。そうだね。疲れちゃうんだよ。どんどん疲れていくっていうのはあると思うよ。うん。っていう予想もあった。うん。大丈夫、あいつはあの、ランジェイにしようそうやった。何億もやるよ。当てるとかねえか。だって、松本くん去年もね、50点近く取ってますからね。そこまでやって、50点目とかも全然すごいスパイク打ちよったんやけ。そうだね。全然。うん。ま、鎮西はじゃあこれくらいにしといて。はいよ。じゃあ次ちょっと二人の意見も。じゃあ、ケビン。はい。東福岡優勝予想ということで。じゃあ理由を聞いてみましょう。はい。僕がですね、東福岡を選んだ理由。はい。まあ、古田さんがさっき鎮西で出しました。はい。個人技ね。うん。で、言うなら、東福岡は圧倒的組織力。まあ、そうやね。うん。圧倒的組織。圧倒的。圧倒的組織力。はい。そしてさ、2年生の、吉原くんの大投やね。うん、そこが大投。大投って言うけど。出てきたっていうこと。ああ。うん、吉原くんが、まあ、簡単に言うと出てきた。うん。俺らはさ、東福岡にさ、潜入行った時にさ、俺、知らんかったよ、正直なところ。うん、マークしてなかった。うん、だけど、ここ最近のインターハイ、国体でもう、目覚ましい成長をなんか、遂げとうと思った。吉原くんが。目覚ましい。まあ本当だっけ、それこそ急に大成長を遂げたっていうか、まあ本当知らんかっただけなのかもしれんけど、なんかすげえなと思って、そこは、うん、あと川野くん、うん、川野くんがどんどん良くなりよる。良くなりよね、マジで。川野くんね、マジで良くなりよる。どんどん良くなり、川野くんね、本当ごめん辛口で言うけど、うん、俺全然やなと思った。1年生の時とかまだ、うん、うん、でも、うん、もうここ数ヶ月本当吉原くんと一緒で急成長よね。毎年ちゃんと川野くんは成長しようよね。うん。なんか1年生の時は、スタメンで言ったけど、確かに上手くなかったよ。うん。でもなんか俺的に印象は、うん、あ、この子持っとうなっていう。うん。局面で、決めるし、みたいな。うん。でも今3年生とかになって、この間やっぱり、春高予選、うん。見に行ったけど、
すごいね。うん、いや、すごかったし、YouTube も乗っとるやけど、うん、ミスもほんと少なくなっとるし、うん、まだパワーっていう面では、まああんまりないかもしれんけど、うん、やっぱ左利きで、まあ上から打てる。うん、で、コース打てるけ、うん、めちゃくちゃいいよ、あの選手は。うん、そう、河野くんね、パワーないけど、うん、俺らも試合知ったやん、うん、潜入に行って、うん。で、AB チームみたいな感じでやったやん。うん、河野くんのスパイク拾いづらいね、めっちゃ。あ、拾いづらいね。そう、だけ、パワーないように見えるけど、結構いいスパイク打つやん。うん。だけど、決まるんやろうなっていうのがすごいわかるよ、俺は。めっちゃいいよ。まあ、国体はね、確かに東京に 3-0 で負けちゃったんかな。負けちゃったんや、東京に負けてしまったんやけど。3-0?2-0 やろ。2-0、2-0かな。そう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 。で、今回の春高の組み合わせはね、うん。方角でまたすんだりと当たるんですよ。そう。俺はだけどそこをね、うん。な、俺のイメージね、東とすんだり。うん。すんだりの方がなんか相性いいイメージあるよ。うん。そう、だけ。うん。でも、東ね。だけ俺はやばと思ってる。あそこをね。うん。もちろん、駿台もめちゃくちゃ強いけど、うん、まあ、ここ東が突破できるのであれば、はい。まあ、反対山、もう突破して決勝、ね。俺の予想よ、これも。これもまた俺の予想です。はいはいはい。反対山は、鎮西が来ると思ってる。うんうん、決勝でね。決勝で。うんうんうん。で、東と鎮西で見ると、東の相性でいいと思うよ。あ、それはわかる。うん。なんか、例年の戦い見ても、東と鎮西って、鎮西が逆にやりにくそうにやって、うん、東が鎮西を型にはめる、っていう展開がマジで多い。うん、で、インターハイもそうやったよ。そうそうそう。大会でやりまくるけね。そう。うん、で、ね、そう。だけ、東のすごいところって、まあ圧倒的組織力。うん、選手たちの組織もものすごいんだけど、うん、コートの外のベンチにおる監督陣もすごいわけですよ。すごいね。うん。もう、まあ俺が見た中では、すごい本当。なんていうかな、外からめちゃくちゃ声出して、ここどうしろどうしろっていう声が本当にはまる、うん。どんどん相手チームにそれがはまっていく、うん。で、相手チームがどんどんやりづらくなっていく。で、東の得意なバレーが決まるっていうのが、東の勝ちパターン。なるほど。っていうのが、今回起きるんじゃないかなと思った、俺は。まあ、この寸大やね、一番の山って思うのは俺が。なるほどね。この寸大を突破すると、東が来るんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど。はい。この C、D の山もね、うん、結構激戦の、ね。激戦だよね。うん。で、寸大はさ、この時だけ、東とやるとしたらダブルヘッダーよね。そう。ここがね。うん。で、今回ね、寸大も言ったけど、選手がね、僕らダブルヘッダーの日が今年の課題なんですって言ったよ。うんうんうん。だけど、まあ、もし戦う、お前の予想で言ったら東が、そう。方角で上がってくるけ。うん。そうなった時にどうなるかやね。そうね。だけどね、決勝まで行ってしまえば、もう東行っちゃうんじゃないかっていう。なるほどね。はい、私の予想です。はいはいはい。境目かきまさんかの境目がね、そこ見たいよね。そこ見たいよね。まずだけ境目が1回戦勝ったとして、うん。桐生商業。うん。その後に。境目上がってほしいなぁ。うん。その後に総督と当たるけどね。そこも見たいな、俺らできるよね。そうだね。じゃあ、僕っすね。はいよ。僕は今回も東山にしたんですけど。うん。お前も東山が好きなだけやろ。いや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 。好きなだけじゃないよ。根拠ないでしょ、こいつ。根拠あるわ。だってもう何回連続 ?4 回ぐらい。こいつ大好きやろ、もう。もう、ゴマすり倒してますやん。どこがゴマすっとんだよ、お前。普通に俺は東山欲しい。浜勝ちゃうぞ、お前、ここ、お前。バカか、お前。だってさ、東山は去年は確かにインターハイ行ってなくて、うん、春高出て、行くって言って1回戦負けたよ。負けちゃったね。今回は実績ちゃんと出してますから。まあそうだ。インターハイ取ってますからね。インターハイ取っとるよ、うん。で、そっから、国体はダメやったけど、京都の春高予選も見に行きました。はい。しっかりその時に生で選手たちを見たんですけど、うん、仕上がってます。仕上がってます。はい、ポテンシャル高い。高いです。そしてもう殿堂入りした、浅野くん。うん。浅野くんがバケモンすぎる。まあ、バケモンやね。もうちょっと、県予選の時のプレイ見たけど、あれ止まらんぞ。高校生は。いや、もちろんね、なんか、チャンスボールからの浅野くんのボールは無理と思う。うん。もちろん無理。チャンスボールからのね。うん。無理や。もちろん無理。でも、東山の強さって、B パスからも、浅野くんめっちゃ使いよったやろ、ね、C パスからとかも。やばい。やばいね。あれ結構、取れるかもしれんけど、うん、あれでも苦戦すると思う、高校生は。まあ、そうだそうだ。2枚とか来ても、浅野くん上手いし、上からも打てるし。で、ブロックとかエグいよ、浅野くんも。まあ、エグい。こんなんで多分。うん、だけど、そこがまずやばいっていうのと、うん、まあ、尾藤くんがインターハイ優勝して、すごいグンって今伸びてきよる。うん、で、尾藤くんは安定しとるかっていうよりは、爆発力。ああだけ、このベスト4とかまでに、こう着実に上がっていったら、もうどんどんどん尻上がりになっていくと思うよ。うん。もう尾藤くん止めれんくなったら、ぶっちゃけ東山相当強いと思う。ここ結構尾藤くん鍵やけね。浅野くんは安定した、
あの実力を出していく。尾藤くんは爆発力っていう意味で、ここまで上がってきたらなかなか手に負えんじゃないかなってなるんで、そういう風に。だからに大掛けはちなみに予想はどこが当たりそう？大掛け俺の予想は、近江じゃないかな。当日と近江が当たるかもしれんけど、これ荒井くんが爆発したりしたら分からんけど。分からんけどね。まあ近江が。ここ最近まあまあいいけ、オミが上がってくるんじゃないかなっていう予想ね。なるほど。ちなみに純潔は鎮西予想な。俺はね、いや、ここマジでわからん。いや、わからん。もうなんかどこが上がってきてもわからん。鎮西、松国、松陽、土浦日大、あと東北とかもね。強いて言うなら。強いて言うなら、お前の予想はどこが純潔上がる？やっぱなんだかんだ鎮西じゃない？まあそうだね。でも、わからんな。その、お前の中で鎮西はさ、ダブルヘッダーのところがきついんじゃないかって、サイドが疲れてるって言うんだよ。でも、準決まで来る予想は鎮西なんよ。あ、鎮西と東山って今年試合してないんよ。そこも見たいっていうのも、願望も込めて、これってなると。松国と鎮西も面白いな。でも松国とまず翔よ。そこじゃないよ。どっち勝つと思う？松国と翔よ。松国と翔よどっち勝つか予想するのもろいね。俺、死のパートやけど。俺松国。違いには言えんな。俺翔よかな。翔よか。俺は松国。松国。松国はね、うめえけど、サイズがな。まあそれは、いやもうこれはわからん。本当にわからん。予想が難しい、これ。確かに。まあ、どっこいどっこいと思う。ほんとどっこいどっこいと思う。うん。流れのスポーツやし。すごいとこ入ったね、この YouTube。春高だけ、体育館になれた方が勝ちよ。あ、確か、翔陽は春高初出場やろ。初。まあ一応松国は嫉妬っていうのはあるかも。でも松国はちなみに今日出てないけ。監督が緊張してオーダー書き間違えて選挙やる。中尾先生よ。お前、俺らの監督じゃないよ。あ、まあ、そこだけはちょっと翔陽不安要素である。なかなか聞いたことないね。もし勝って鎮西が次の日に行ったら、東北かな、東北とやって。東北もいいバレーするもんね。東北。なんかあれはね、鎮西と東北、そのダブルヘッダーで当たりがちやね。ああ、ね、前もね。そうやね。そこでやって、そこで勝ったら、いやー土浦、大野、市山とか、仙台商工とか、いろいろあるチームと、方角で当たると。東北今年いいけね。じゃあまあ。いやー、楽しみだ、これ。予想は、二つが鎮西、ケビンが東福岡。東福岡。で、俺が東山。っていう感じだね。まぁなんかでもいつも俺らが予想しよう感じの予想になってしまったなぁ。苦しいなぁ。まぁでもその予想の市と高校はさ、そうやけど、こう組み合わせとかもね、加味してから。そうそう、組み合わせ加味して、俺も東選ぶ。この内容はまた違うんだなっていう感じですね。はい。ということで、優勝予想はこういう感じになりました。ほんと俺らもいろんなね、今3チーム予想出したけど、全然わからんけね。そうよ。うん。みんなが多分視聴者さんが思うね、優勝予想とかも、いろいろあると思うんで、本当ぜひ教えてください。ということで、皆さん、頑張ってください。はい。今日の動画はこれで終了します。はい。面白かったら、高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。せーの、BQ!